なぜ人は後で切りますから。それじゃあ、2階は富永先生と私が担当ですから、ね、この部屋が3室で、ね、隣が4室ですから、でこの部屋から、ロビーもありますか。あ、ロビーか。ロビーにあったね。ロビーから行く？それじゃあ。じゃあ、ロビーからやりましょう。まあ、希望者だけということ形になりますけど、はい、高評価やるよ。はい、ではこ のロビーの部屋から行きますから、はい、じゃあまず初っ端は、はい、ね、江島さん、はい、ありがとうございます。江島さんは最近ね、千葉支店でも、最高賞、市長賞取られたりとかね、してちょっと追い風が吹いてまいりました。でこれもほら、今まで船のシリーズでずっと来て、女性も描きたいっていうことでさ、女性も何年か前からね、女性の絵がこう出てきて、その中では最高の傑作じゃない、今まで女性の絵の中で一番よく描けてるというか、写実に描いてる。ああ、そうそうそう。これがいいのか悪いのかって言って、だから、あ、そうか。まあそういう意味で後ろに、コラージュ入れたのはまともの絵じゃなくて、多少ちょっとこうグラフィックなのね、要素を入れて、まあ自分のこうポテンシャルをちょっと表現するためにそういうふうにして、単なる写実はちょっと育ちの部分で、うん、育ちの部分。業界、ああ、そうそうだ、デザイナーだったからね、その要素をこう入れつつ、膨らませて、あ、そうか、そう。でも江島さん のやりたい方向としては、そのいわゆる、まあ、写実じゃなくてちょっとこう、まあ、そのイラストと写実の間みたいな、そういうちょっと抽象性が入った、でかつ色もカラフルな感じの、そういうのをと割と狙ってるってとこかね。有名な絵画でロートデックのおじさんのところをすごくいただきながらグラフィカルにまとめる、あとね、まあ人物ね、まあ僕も人物専門で来たから、まあうるさいこと言うとですね、まあ人間をこう人物描かれたものをね、我々が見るとさ、まあ、意地悪じゃないんだけど、どうしてもね、顔と手に視線が集中するんだよね。でやっぱりこの場合もほら、ね、手の所作っていうのは結構難しいじゃない。でやっぱり手をやっぱりちょっと見ちゃうね。顔は描けてるんだけど、手はちょっともうちょっと突っ込む必要があるかなと、その辺はね、手の講座をやりました富永先生に譲りたいと思いますが。この手のこの影の部分のところの色が黒を使っているので、これがもっと自然な感じの、こちら側が影になって指が曲がってるっていう感じが出れば、ここの黒じゃなくて影色、ここの影色がうまく出たら、もっとこの作品ってよく見えたと思うんです。ここの手のところになぜ黒なのか、超もったいないね。ここがもったいない。こういうふうに持っているところの、こうなっている手のところ、だからここの手を、そうですね、この影色、それからこの時の親指がどういう形でギターを持っているのか、ここ親指とここですね、ここの感じ、この感じをこうちょっちょちょっと押さえれば、ここが描ければそれとなく手の形に見えてしまうので、どうぞここの時に一番出っ張って見えるのはここなんです。中指のこの出っ張り、これが一番出っ張って見えるので、ここを押さえれば、でここよりもここはちょっと引っ込んでいる、ここのなだらかな山形のここを押さえれば、この手はグッと落ち着いて見えて、ここが描ければもっと人物の方に目がいって魅力的な感じになってくるので、であとここのところが髪の毛のところ、ここ背景の方になって線でくくって色塗ったって感じになるので、こういうところを細い筆で髪の毛がちょっとこう遅れ毛だとかがちょっと跳ねてるような
そういう細かなこうところハイライトが当たってればこう私の髪でピタッてやってもちょっと髪の毛ツンツンで立ったりしますよね、うん、細かいところが出ればその細かいところに通じてなんかこのさらに奥の世界があるっていうふうに見えるんで、あのここまでお勝手になれるからちょっとしたところの髪の毛の処理、手のここのところ、それからこの明るいところから暗いところに行くところの処理、この辺を押さえていただくともっとさらに良くなると思います。 ありがとうございます、うんうん、もうでもいいですよ、とても、うん、こう縦長のね画面も新鮮だし、うん、この調子でね、はい、本店もお願いします。じゃあ人物と船で、え、はい、船がいいかなと思いますけど、ね、何の行動されてるのかなって。ああ、こうほらギターのうるさい人とかいるとね、やっぱりあのいろいろ、ああ、ちょっとあれこれが跳ねてるのはないなと思う。写真を元にして。じゃあ何つうのかな、うん。なんかちょっと。はい。じゃあ、はい、次は。この ロビーでどなたがいらっしゃる？あ、はい。あ、高島さん、あっちは、ね。うん。そう、おめでとうございます、飛び所。はい。あ、とてもあのいいですよ。あの写真からね、あの描かれたと思いますけど、あのすごいこう熱量みたいなのが、ね、作品から伝わってきますよね、これだけやっぱり描き込むのね、あの相当あの集中力がいるかなというふうに思いますけど、うん、で切り取った感じもね、あのいいですよね、全体的にこう貴重になっているようなピンクで、まあ、トリミングもうまかったのかなと思いますけど、まあ、こういうあの ごちゃごちゃしたところだけだとねちょっとうるさい感じになるけど、こういう密度の高いところとこういう割とねフラットなところとがこう、まあね、地面もちょっとあったりとかして、まあ、そういう組み立てもありますし、まあ、少しあれかな、写真よりもちょっとキーを上げてるような感じかな、絵の方がね。うん、やっぱり写真だとちょっとねあの鈍い感じとかね、あの、まあ、特に影のとこなんか真っ黒く写っちゃったりしますから、その辺はやっぱり、まあ、僕もねよくねあの写実の人に言うんだけどね、写真と同じだったらねあの描く必要ないんじゃないかっていうふうに言うんですね、写真でいいんじゃないかって言うんだけど、でやっぱりその写真を使いながらもやっぱり写真を超えなければ描いてる意味がないですから、だからその辺はあのきっとね、高島さんあの、まあ、見えた通りじゃなくて、まあなんかこうセールみたいな貼ってありますけど、あのえ、あないの、これもじゃあ創作して、だなんかこうねいらないものをきっとあったのを削ったりとか、それからあとこう足りないようなところには何かをね持ってきたりとかっていう、そういうあの取捨選択がされてる、うん、まあそれはね作家の美意識っていうかそういうものもこう入ってて、絵になってるのかなというふうに思いますけどね、まあ、とてもあの熱量のあるいい作品だと思います。あのここの線がこううまく生かしてあって奥に行く、なんかここのところがどこから入るのかもわからないくらいのもうこう集中して密度の高さに対して水平面にこうなんかあの水平の線が この商店街がどこまでも続くっていうのを感じさせるっていうところが、この線をうまく構成する、これがこの線ないと奥行きも出ないし、このトリミングはすごく上手だなと思いました、うん、ぜひこの調子で頑張ってください。そうですね、うん、期待しております。はい、3室じゃあロビーのここのスペースは大丈夫ですかね。